つはこういうの作ってました。ガルガラミ親父。加藤さん怖いのダメ？後に残る怖いのは無理だね。あいつギャング立てるんだって。また助けてくるわ。あ、いってらっしゃい。おはよう。酒飲みたいんだけど。もしもし。おはようございます。ちょ、大将何してんの？起きたの？はい。いや、酒飲みたくて、ビート開けます。ビート開けたい？暇だったら。あ、全然暇だよ、今。オッケー。私、ダルガラミ親父って名前です。よろしくお願いします。あ、ダルガラミ親父、了解。うん、お酒飲みモードでいきます。あ、オッケー。じゃあ今から帰るからちょっと待っててね。はい。はい、開けまーす。実はこういうの作ってました。ダルガラミ親父。やばないこれ。最高の服装、行くぜ、エイト。やべえ、こいつマジで。えぐいやついるね。やばいんだよな、この格好。見つけたときこれしかねえと思ったもんな。髪型まで変えちゃって。この遅さが逆に癖になってるんだよな。じゃあちょうどいいかもね、もしかしたら。いらっしゃい。こんにちは。ちょっと待って。入れ替わってくる人が面白いな。こんにちは。こんにちは。酔っているの？まだ飲み始めたばっかりですよ。あー、ジャッキーはってやつだね。このおじさんだよ、さっき酔っ払いが明けてって電話してきた。あー、電話してきた人。うん、どうもこんにちは。こんにちは。お酒いる？お酒いりますよ、そりゃ。あ、そうっすよね。飲みに来たんですから。一発目は何がいい？今ね、梅酒飲んでる。セコマの梅酒。言わなくていいよ、細かく。さっきまでその席加藤さん座ってましたよ。で、仕事入ってパーって言って多分また戻ってくるよ。そうそうそう。あ、ほんと。うん、笑っちゃった。開けたばっかのにすごい来るね。俺も頑張って早く来たんだけど。ワンちゃんその仕事相手コミネさんちゃうか。あ、マジ？ワンちゃん、ありがとうございます。大将、今枝豆取ってきた。やった。ちゃんとやってるやん。あ、帰ってきた。帰ってきた。おかえり。こんにちは。何してんだよ。すごい声出たな。って言ってた。どこから声出たの今の。これはお酒飲むときスタイルです。こっち悪いじゃん。ちゃんと可愛いじゃん。でもやばない、このズボン見たことないよね、この街でこれ履いてる人。確かに。あれ、あの、なんか北欧の人がさ、バグパイク。ああ、そう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 。履いてるやつじゃん。角笛吹いてる人とかな。見たことないよ、それ。そうそうそう。あれだって、大将。加藤さんもしっかり酔ってるって。え？珍しい。気持ち悪い。気持ち悪い。気持ち悪いんだね。変な飲み方してるじゃん。で、日本、なんか今日昼何も食わずに、さっき晩飯をそば食いに行って。うん。うんうん、おばやで日本酒3合4合ぐらい飲んだ。飲みすぎだろ、大学生か。腹入れた瞬間腹も熱くて死ぬかと思った。大学生みたいな飲み方してる。あ、でもそば屋飲みっていいんすよね。そば屋飲みね、めっちゃいい。うわ、大人だな。もうつまみめっちゃあるそば屋だから。ほー、酒置いてるそば屋の時点で。くっそうまいそば屋なのよ、そば自体が。そもそもいいね。そば屋のうまいとこすなんか通だね。マジでうまいのよ。私腰がすごくて。ほう、そばに腰ですか。ね、つゆがね、くるみだれなんだよね。あ、いい。マジでうまいのよ。なにそこ、こんなテンション上がる食い方なんだ、うん、やばい、ね、くるみだれって、あのとクリーミーだれみたいなやつよ。絶対分かってないや。うん、うん、二人は幽霊とか信じるタイプですか？信じます。あ、信じるんだ。うん、信じはしないかな、怖いけど。え？信じてないのに怖いの？怖いの？信じてはないけどめっちゃ嫌いだね。え？加藤さん怖いのダメ？後に残る怖いのは無理だね。
日本のは 見れないね。あ、日本のはね、じわじわ来るよね。うん、リングとか全然無理やね。全然無理。ちょっと2人とも無理だった。びっくりするの嫌いなんよね。うん、あの突然さバーンって出てくるのとか、うんうん、別にまだいい。あ、まだいいんだ、うん、それはいいや。テキサスチェーンソーとかそっち系は別にいいけど、うんうんうん、リングとかみたいなのをじわじわ5秒かけて後ろ振り向くみたいなやつとか無理。あ、日本作品に多いパターンのやつね。そうそうそう。あ、ダメなんだ。びっくりさせる系は大丈夫。ゾンビとかはめっちゃ好き。あ、私も全部嫌だ。全部嫌なんだ。うん、超ビビりだからもうびっくりするのよ。びっくりしたらムカついてくるから。ムカつきはしないな。びっくりさせやがってってムカつくから。なんかそういう現象があるらしいね。怖いとか、なんか可愛いからさ、可愛すぎてなんか、うん、握りつぶしたくなるみたいな感じはあるじゃん。あるある、おかえり。なんか強制瞑想だ。言うと。キュートなんたらとかいう。キュートアグレッション。キュートアグレッション、アグレッション。加藤さん、なんかいろいろあるじゃないですか。なんかその嬉しいのに涙出るみたいな。ああ、あの感情と逆の行動を体がしちゃう原理現象。可愛いもん見た時にキュンしないように、うん、体がそういう反応するらしいです。そうなんだ、そうなんだ。これね、だから可愛いっていう感情だけで心が埋め尽くされると人って死ぬっぽいんですよね。だから極論みたいな言い方やけど、そうじゃなかったらこの反応出ないでしょ。確かにね。うん、そういうなんか強すぎる感情って人をも殺すっぽいですよ。よかったっすね、このあのこの間高橋殺さなくて。え、どういうこと。ずっと殺しそうな顔してたから。でも一回沈めたけどね。やってんだよね。やってんだよ、ちゃんと。あいつまた今舐めたことしてるらしいから。まだしてんの。もうまだやってた。なんかね、半グレに薬を渡して、半グレでさ、あいつ犯罪やってて、その行く仲間に薬をなんか配ってるみたいなのを聞いて、再三さ、うちの薬も持ってねえだろうなっつって、持ってませんって言って、うん、もう、まあ、もう嘘だろうと思ってたから、持ってんだろうなと思ってたんだけど、うん、で、なんかあいつギャング立てるんだって。え、あ、そうなんだ。そうね、そのギャングのボスのやつもちょっと若干詰めたの。こいつを使うってことは分かってんだろうなって。おっと、はいはい。で、こいつ多分薬持ってると思うから、あの、持ってたらただじゃおかねえぞっていうのと、持ってたらお前らには薬売らねえからな絶対って話をして、けじめつけろよって言って、もう1週間以上経つけど何の返事も来ないし、かつ結局薬配ってますって聞いたから、持っとるやんって話だし、ギャン、その一緒に行くやつらに使うように配ってたってことは、そのボスも多分配ってるの知ってるから。うん、多分ね。舐めてんな、いい度胸してんなと思って。あ、やばいやばい、怖い怖い、大変だ。やってるね、ホロー君。やってるし、情報回ってまんな。うん、あいつはやってるよ。もうここまで来たらもう逃げようがないやん。また助けてくるわ。あ、いってらっしゃい。かっこいい、また助けてくるわ。梅、うん、いや、今ずっと加藤さんの話聞きながら酒作ってた今。うん、そしたらいなくなってた。うん、うん、なんかヒーローになったんだね、加藤さんでね。加藤さんヒーローになってる。ちょっと助けてくるわ。一応人助けに行ってくるわ。かっこいいな。かっこいいよね。マーベルかな、戦隊ものかな。どっちやろな。マーベルじゃない、マーベルの方、うん、多分。